ん、翔平さん、ゆしわん、ひとりごとさん、ハロー、広瀬丸、こんばんは。遅れました、4分4分遅れました、すいません。仕事の後お疲れです、お疲れです、やっほー、4分遅れました、すいません。あ、横が横がどのやつかいで笑った。今日は仕事お疲れです、お疲れ様です。なんか、なんか紫リップに見えるな。なんかおかしい、色変更。シノップさん、雪だるま、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ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 、消し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 。明日誕生日、おめでとう、ぜひ明日来てください、お祝いするよ。ギリチョコチャピチャピさん、ありがとう、ありがとう。3333333秒お待ちください。あ、待って、あれ、どこ、ちょ、もうリュックの中が散乱中。あった、赤リップ、急げー。はい、できた。おけまる、こんばんは。配信出たり入ったりして遊んでいましたけど、あ、私の配信始まってないのに。それは謎、ありがとう。こんばんは。あ、ひらがな欅解明見ました、見ました。ひなただったっけ。ひまわりみたいな、ひなただったっけな。こんばんは、ひなた坂かいな。サンソン、こんばんは、久しぶり。あー、まさぽんぽんくん一緒に帰るね。そう、すごいね、奇跡よ。こんばんは、日向坂さんか、そうか。こんばんは、日向坂さん解明ね、見ました、ツイッターのニュースで。くじる、なんかおかしかった、ティン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 トくんを塗ったんですけど。そう、失敗に終わったので一旦消して赤リップにしたよ。赤リップ、これはいい感じです。パッ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 、そう、こんばんは。しんしんまるさん、チョコありがとう。そう、今日はそらはちゃんと遊びました。もうつけてる、ちょっと待ってくださいね。笑顔好きです、フッティー、あざまる、あざまる、パチン、よし、オッケー。今日はそらはちゃんとドレミファソラファと遊びました。ツイッタートレンド、ほとんど日向坂とグラミー、すごい、すごいね。カツって食、急に煽られたから。ウケる、食べながら並べるとは最高ですね。今日はマリーナホップです、マリーナホップに来ました。マリーナはいなかったけど。マリーナホップ、歯がピッコになってた。
なったそんな髪型好き。お、ポニーテールだぞんもうボサボサになったけど、今日はソラハちゃんと遊びまして、あれどこ行った、落ちてるやんか。そう、マリーナホップに行ったんです。それでね、そう、水族館に行きました。マリーホ水族館、マリホ水族館に行って、ま、水魚を見てそりゃそうか、マリホ水族館に行って魚を見て、じゃーん、かわいいでしょこれ。あ、つけるぞ見えない、前が見えない、じゃじゃじゃーん、マリーナホップ。マリーナはいないけどね、ジェットコースター全然怖くない、全然しょぼいしょぼい、そうちょろいよあれは。もっとね、あのユニバとか行ってね、もっともっとあの急降下のやつをやりたいからね。あれこれどうどうつけるわけ、これヘアバンドです。お、今日誕生日、ゆうき、ゆうきさん、ゆうきさんでいいんですかな、ゆうきさんもうこれつけちゃったけど、待ってね、ドロンドロン、もうこれつけちゃったんですけど、まあいっか、いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアゆうきさん、イエーイ、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう、お誕生日おめでとう、おめぴっぴこれからもよろしくお願いします、イエイイエイ、よっこらそい、よっこらそいと、オッケー。でこれはこれで合っとるんでしょうかあ、わかったぜ、この涙サプライズ、ハッピーハッピーバースデーちょろちょろ前髪ちゃんをちょっと出そうと、そしたら多分いい感じ飛びすぎやろめちゃめちゃピョーンってなってるわ。ジャッピーさんも音符ありがとう、福岡のゼロさんギリチョコありがとう、ドゥ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 、水族館お気に入りの魚、え、なんでしょうな、なんだろう、あれなんか手食べるやつおるじゃん、ドクターフィッシュかいねなんかた食べる、手を入れたらなんか寄ってくるやつ、あれが好きです前髪どうしたんやって感じなので、こういうこのクリームをこうして塗ろう、あ、いいんじゃないなんかいいんじゃない、韓国っぽくてどうですかこんなんじゃないかいね、まあいっか、よし、こんな感じで、これでこうもうちょっと押さえて浮かないようにしたらいいかなと思ったけど、あんまり良くないあんまり良くないわ、どう？こうしたらいいかなと思ったけど、いやあんまり良くないわ、やっぱ収めようっとドクターフィッシュ、ドクタードクターフィッシュ、よし、はっ、収めます、やっぱりまあなんかおかしいけど、まあ、いっか、このヘアバンド可愛いでしょ。そう、これはソラハちゃんとおそろっちで買ったのです、じゃん。そう、アリサがね一目惚れをしてそう、サンキューマートに行ったんですよ。そう、マリーナホップのじゃなくて、帰った時にね、帰り寄る時に寄り道してサンキューマートに行ったんですけどそこでゲットしたんです、じゃーん、隙間絵髪ダメだダメだわ、おらやりた
それな。これあれよね、ユニバのあの赤いやつおるじゃん、なんだっけ、モッピーモッチなんかね、ユニバのキャラクターおるじゃないですか、あれのピンクバージョン、可愛いでしょ、可愛いでしょ、なんていうキャラクターだったっけエルモ、それだそれそれそれ、エルモエルモ、それです、うん、それだよ、そう、エルモエルモ、ユニバのそれのピンクバージョン、じゃん、可愛いでしょ可愛いでしょ、ソラハちゃんルームから来ました、ありがとうクレイさん、やっほー、今日は遊んで同じおそろっちのね、これアリサが一目惚れして、あ、買おうってなったら、そう、おそろっちに、おそろっちに、どうせならおそろっちにしました、ソラハちゃんも買ってって言ってそう、私が欲しかったのです、可愛いでしょ、じゃん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 、イエーイでもなんかポニーテールだからおかしいわポニーテールだからダメだわ、イエーイ、こんばんは、アリサに発表してるメモレ、うん、イエーイ、あ、ソラハちゃんとブリクラ撮りましたよ、今日も今日も撮ったよ、目が4つ、わー、かわいすぎる、どっちが、こっちこっちいやー、ちょっと待って、ね、あった、ダダン、今日もソラハちゃんとブリクラを撮りました、りゃりゃーん、なんかね、そう、今日はね1台しかなかったんですよ、マリーナホップに1台しかなかったんですけど、そう、まさかの昨日撮った機種と同じだったそう、昨日撮った機械と同じでしたわ、やじゃーん、だだん、こんな感じ、今日はね2人だから、そう、2人だからでっかーい、わー写真がでっかーい、やったー、3人で分けたらめっちゃちっちゃくなるけど、2人だったらでっかいでー、でっかいです、今日はデカめの方にしてみました昨日美白の方にしたから、今日はデカめの方を選んでみたんだ、どう大きいでしょ、じゃじゃじゃん、でっかいどー、でっかいどー、機種はウィンク3、んこれウィンク3、あ、スーいいよね、スーかいね、スーって読むかいね、透明になるよね、このシールが透明になるんですよ、振り返し2連ちゃんだよ、そう、2日連続で同じ機種だった、しかも笑った、ソラハちゃんと同じ髪留めしてる、そうだよ、おそろっちで買いました、うん、え、これ何っていうかね、エルモ、エルモのピンクバージョンもエルモって言うんですか、違うピンクちゃんは何っていうの、調べよう、エルモの仲間たち、エルモと仲間たちみたいな、調べよう、ちょっと待ってうーん、エルモ、エルモの仲間、検索、エルモ、モッピーモッピーっていうの、あ、これだ、このピンクちゃんでしょ、え、違うね、なんで目が青いんですか、この人、うーん、どれ、なんかいっぱいおりすぎてわかんない、エルモ、え、これなんて言うんですかヘアバンドくんにガンビされてなんて名前なんかわかんない、モッピーちゃんじゃないのこれ、違うか、ティーナ、うん、わからんわ、やめとこう名前がわからん、こんばんは、あ、みゆき&ふうこさん、こんばんは、 USJ のお気に入り、あ、お気に入りじゃない、オリジナルやめとこう、わからんそう、これの名前テロップに書こうと思ったけどやめとこう、テロップ何する、テロップ、テロップ、ゆったり、ゆったり、何しよう、ゆったりお話、
かいゆったりお話しかいでいいか面白ゆるすぎるテロップだ。いい感じ。まいさねー、やい。あ、爆裂来てましたか。なんか目が飛び出てる。目でかっ、コウコちゃんみたいかわいい。まつげがなんか下がっとる。こっちまつげがなんかこうよね、まつげなのにこっちこっち向いてるわ。マジかマジか。ある意味そらちゃんのカラー配信おそろっちでね、今日買いました。土曜日の2時間行きますよ。お、ありがとう。2時間目か、よろしくお願いします。まつげが下向いとる。ちょっと人間用の、人間用のができるんかな。ちょっと待ってください。どこやった、見直し。アリサどこやった、あった。ピカチュウがオッケー。この人間のまつげを上げるビューラーでちょっと上げてみます。あらちょ待って、鏡鏡、この人間のあのまつげを上げる機械でこのエルモのまつげが下がってるので上げます。挟んで上げる。ほら、あ、いいじゃん。ちょっと待ってね、しっかりまつげ上げんとね、気に入らん変わった。ここがな、こっちが上がったくない。ちょっと待って、これいけるかもしれん面白い。ちょっと待って、ここを挟んで、おりゃー、はー、上がれー。あ、これ逆だ、間違えた。ダダーン、まあ、いっか、さっきよりかはできた。よし、オッケー上がったぜー鉢巻き、は、あ、なんなんだ、ヘアバンヘアバンド、ヘアバンド上がったくない、どう、こうやってこう8月10買い増ししました、ありがとう。ティーダカンカン待ってます、ありがとう。しばよしこんばんは。今日はマリーナホップにね、遊びに行きました。それでダダーン、マリホ水族館に行ってファイルをゲットしましたおいでそう、今日さ、今日このさ、ちっちゃいこのリュックで行ったんですよ。だから入らなくてさ、どうしようと思って、そう、こうやってさ、こうやって丸めてたらあー、こんなことになっちゃったじゃじゃーん。そう、なんかね、チケットがあって、これこれこれ、マリホ水族館今バレンタイン企画やっててシワシワだ、じゃじゃーん、こんな感じ。何？スクープハンター？スクープハンターっていうので、このウォンテッドって書いてあるとこあるじゃん。うー、ウォンテッドてけてけてけて、ウォンテッドのこの5つのやつのうち3つ見つけたら景品がもらえるよってやつで、一生懸命探したんですよ。じゃじゃーんそう、一生懸命探したんですよ、このハート系のやつ。そう、それでメールでも送ったんですけど、ハートのね、可愛い魚がいるんですよ。まあ強引にハートにしてるんですけどねダダーン、じゃじゃん、ここがハートになってるんですよ。これがじゃじゃん、ハート、可愛いでしょ、可愛いでしょ。そしてこちらもめっちゃ可愛いです。ダダーン、わーこちら、これはこれすごくない、めっちゃ可愛くない、ハートを背負ったカイカムリっていうやつがハートを背負ってるんです。可愛いでしょ。そう、これさ、横向いてたんですよ。そう、なんかこう横を向いてたからさ、全然ハート取れんなって思ってたんですよ。そしたらなんかね、いきなりね、上から手がウィーンって来てから人間の手が、
そう、人間の飼育員さんなんかな、分からんけどね、手がウィーってきてからこのカイカムリをね掴んでからね、こうやってハートが見えるようにこうやってくれたんですよ。そこうやって横向いてたからさ、手がウィーってきてからピューンって超びっくりした。いきなり手が現れてびっくりしたよ。神の手が来た。そう、びっくりびっくり。それでこれを無事見つけたわけです。それでマリホ水族館のこのファイルをゲットしました。ババーン、ババババーン。サメ、これ何なんですかねよくわかんないけど魚ちゃん可愛いでしょイエーイ。まあくしゃくしゃになったけどくしゃくしゃになっちゃった。 UFO キャッチャーみたいだった。まさにそれ、ホラーだったよ。びっくりした。いきなり手が現れてうおーみたいな。マリホ、そう、マリホカタカナ、マリホ水族館。アピー、アピーって言うんですかこれ。あ、そうなんだ。サメではないんだ分かんないもん、魚詳しくないもんで。よし、イルカショーとかあるんですかね。そんなでかい、でかくないからさ、ない気がする。マリホにはイルカショーない気がします。なんかめちゃめちゃね、思ってたより小さかったそう、宮島の水族館はより全然ちっちゃかった。そしてね、これなんだ、あこれはゴミだ、ゴミちゃん。イワシいました。めっちゃなんか人が多い、人じゃねえわ、イワシ多かった。渋谷に行きました。いいな渋谷。クジラ、クジラなんかいませんよ。そしてね、じゃじゃーん、このノルンジャケンっていうのもらってノルンジャケンってものもらってね、ジェットコースターも乗りましたよジェットコースター、はい、ジェットコースター、ピエロコースター買いに、ピエロのジェットコースターに乗りました。楽しかったよ。なんか最近全然なんだっけ、ジェットコースター系に乗ってなかったのでめちゃめちゃ楽しかったです。アイズワンカフェっていうのあるんですか。行きたい、好きと言わせたい、ワンチュキスめっちゃハマってる。好きと言わせたい、だだだ、あなたのなんとか好きと言わせたい、ワンチュキス。そこしか知らないそこしか知らない、ピンク色のエルモ、アピーカタピー、アピーカタピーとかいうキャラクターがこれ。なるほどね、モッピーじゃないんだモッピー、モッピーちゃうんや。ピエロそう、食品サンプル、あ、行ったよ、行ってみました、ちょっと行ってみたそれでね、そう、前行った時にさ、ホットケーキのところあったじゃん、あそこで写真撮ってからさ、そう、メールで載せれたのにメールで載せれたんですよ、その頃は。なのにね、そう、さっき載せたんですよ、さっき送ったんですけど、ダメでしたダメでした、もうビビビーって引っかかってしまいまして。そう、映えのさ、ホットケーキ、なんか食品サンプルのホットケーキの前でイエーイって撮ったんですけど、ダメでした申し訳ございません。そう、前遅れたのにね、ダメでした、すいませんうん、広島行った時マリノアップあ、ぜひ行ってみてください。そう、でも30分ぐらいあったらもういいかなって感じ。マリナホップ。なんかね、そう、お子様向けですね、マリーナホップは。どっちかというと。そう、お子様向けの広場なので。30分ぐらいあったらはいいかなって感じ。でも、そう、アディダスとか、そういう服屋さんとかもあるのでは、行ってみてください。
ぜひ。こんばんは、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 やっほい。検閲、検閲、そう、検閲に引っかかりました。あちゃぱー、あちゃまー。あとはそうですね、じゃん、プリクラ。昨日と同じ機種だったんですけど、プリクラを撮って、プリクラを撮って、で寄り道で、寄り道でこのモッピーじゃなくて、なんだっけ、なんじゃったっけ、アピーカタピー、アピーアビーアビーカタビーっていうこのやつをゲットして、あとこちらだった、ダダダンダンダン、プリクラアゲンワイ。アゲンワイ、エゴサしないでください、ダイクさん。それは気になるな。はい、売ります、売るんかい。売るんかい。ダダン、かわいいでしょ、ベティちゃん。アリサの好きなキャラクター第2位のベティちゃんです。好きなキャラクター第2位です、ベティちゃん。じゃじゃん、かわいいでしょ、セクシー、このセクシーな感じが。かわいくて好きなんですよ。じゃあこんな感じで産毛を解いて、なんかポニーテールだからな、こんな感じで。おお、いいですね、解き心地も。390円、サンキューマートのセクシー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 ダメだっていうみゆみのパート。じゃじゃん、かわいいでしょ。手鏡買った方は即死だったんで、そうそう、手鏡もあったんですけど、手鏡はあかりんさんのやつがあるからいいかなと思って。クッシー、そう、このデカめのやついいよね、こんなにデカいのに390円っていうね。やだー、この赤っていうのも可愛かったし、ベティちゃんが好きだからこれにしました。でもね、めちゃめちゃ迷ったんですよ。ポーチも可愛いのあったし、あと時計もあったんですよ、ベティちゃんの時計。そう、こういうところに飾れるかなと思ったり、あとベティちゃんのクッションもあったんですよ。ちょっとこんぐらいのデカさのそう、こんぐらいのデカさのクッションもあって、そう、ここに置いたり、あの椅子のクッションにしたりしようかなとも思ったんですけど、まあやめて。クッションか時計か手鏡かクシで迷いました、めちゃめちゃ。でもクシにしちゃった。クシにしちゃった。時計が良かったかな。まあクシはね、実用的だしね、時計はただ飾るだけだけどね、実用的だからいいか。ナルコみたい、ナルコ。あれか、買い物上手でしょ。じゃじゃん、じゃん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 、実用的な櫛にしました、ベティちゃん。とりあえずベティちゃんが好きです。イエイ、こんばんは。はごいた、ほいほい。そりゃやばいね、いやー、だん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 。ふこちゃん、いつもベロ出したから知らん。知らん、それは藤屋さんに聞いてください。藤屋かいね。藤屋よね。ペッコちゃん、ペッコちゃん、ペッコちゃんちゃん、ペッコちゃん、ペッコちゃん、ペッコちゃんちゃん、てん。ペッコちゃん、藤屋。藤屋、ふふふふふ、ください、売ります、すぐ売るなよ、すぐお金にしないで。お金、マネー、マネー。言える女や、マネー。メール見た、ありがとう。お、エリさん、ヤッホー。デブニャン、小判ありがとうございます。小判バンバンバン、小判バン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 、マネー。あ
ありちゃん、よーよー、のんずのんずさん、よー、おお、もっぴー、もっぴーじゃないらしい。もっぴーじゃないらしいよ、これ。ふくちゃんも、あかりんさんのポチ見せてた。あ、そうなんだ。やっぱみんな、ゲットしますよね。そう。でもありさは、ね、だってさ、持ち運び用のさ、ポーチにしたらさ、あかりんさんのやつをしたいんですけど、持ち運び用のやつにね、したらなんかみんなそれにしそうで怖いよね。性能が良いからさ、みんなそのポーチにしそうだから、ありさは家に置くようにしたいと思います。そう、家に置くようにしよう。汚れても嫌だし、なくなっても嫌だし、誰かと間違えそうだから、そう、やめたく。やめたく。アピーはエルモと同じ3歳の女、3歳なんですか。ヒェーヒェヒェヒェイ。サイン、アリさんのサイン当ててメルカリに出して売りましたけど、何か、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ひどい。キャラアニから発送のメールがありました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいな。今週は風を待つですね。そうですね、あと明日3日、今日が11だから、あさってだ、あと2日ですね。あと2日。ギゴロさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。手紙出せなくてごめん。全然全然、待ってます、エリちゃん。あ、チョコ、チョコ、なんか届きましたよ。なんか届いた。ちょっと待ってくださいね。うおう、よっこらしょーい、しょしょしょい。うわ、日向坂さんね、改名。ひらがなさんが改名。見た見た。個別楽しみにしてます、よろしく。知り合いの香港さん、香港さん。あれちゃんの大好きを押してた歌、でもあれ消えちゃったんですよ。そう、いつの間にかね、いつの間にか消えちゃったんですよ、ごめんなさい。みんなどうしたんやろね、わからん。今からパン食べる、高級粒あん、高級粒あん、粒あん、粒あん、いいね。明日フラゲ日ですね。そう、明日フラゲ日です。ちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ち。そうです、ダダーン、なんか届いたよ、こちら。ババーン、すごくない、ババ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 ーン。チーズケーキ、イエーイ。チーズケーキだよ。本命チョコ、ギリチョコ、本命チーズケーキです。イエーイ。関西弁欲しい、なりやすい。そうなんだ、好きなのに関西弁。しゅんちゃん、ラブありがとう、リケマル、アイスありがとうございます。 CD 発送メール来ました。おー、嬉しい、聞いてね。個別当てました、支払い忘れました。あー、感傷がなくなるのが良かったです。あー、良かったです、ありがとうございます。ちょっとしてやがいで、嬉しい、ちょっとしてよ。つぶあんやりこしあんがいな、それな、確かに、こしあん派だな。チーズケーキだよー。美味しそうでしょ。ダダーン、なんか説明も届きました。炊飯器でチーズケーキ、イエーイ。そう、これはメモさんがね、そう、メモさんの力作です、頑張ってました。炊飯器でチーズケーキ、イエーイ。卵焼きずってん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 。卵焼きは悪った。卵、材料、卵を2個、砂糖 70g、 無糖ヨーグルトが 400g、 とろけるチーズが大さじ2、レモン汁大さじ1、ホットケーキミックス 150g という感じでね、材料はこんな感じで、炊飯器の釜の
中で全部混ぜてスイッチを入れて、何スイッチを入れて、あ、入れるだけで出来上がりだって。簡単でしょ簡単でしょ、いや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 イエーイ、めちゃめちゃ簡単でしょ。こんな感じでいいらしい、無糖。うん、疲れないが、だって今日マリホ行ってたんだもん今日マリホ行ってたからさ。レモンジェルね、確かに。だってチーズケーキにヨーグルトって思うよね。でもじゃじゃん、このちょびっとに切ってあるこちらを試食してみたいと思います試食してみたいと思います。いただきますあ、メモしましたか。一応メモしといても、あ、メモじゃないわ、スクショ、スクショ、はい、スクショスクショ、はい重っ、3、2、1、イエッ、終わりー。ほい、シフォンケーキみたいな感じ。そん、あ、なんかね、そう、さ焼きたてを食べたんですけど、なんかね、熱々よりかはちょっと冷めた方が美味しい。そう、熱々のチーズケーキってないじゃんそうだからちょっと冷めた感じの方がいいですね。じゃじゃん、それではいただきます。お、これはちょっと冷めてちょっとふわふわ感が消えかけてる感じの頃が食べ頃です。いただきます。うん、おいしい。やっぱり、やっぱり言った通りだそう、熱々、出来立ての熱々をね食べたんですよ、試食で。そう、試食で出来立ての熱々を食べたんですけど、やっぱり熱々よりかはこうちょっと冷やした方がねいいですね。ちょっと冷やした感じの方が、うん、チーズケーキになんでヨーグルト入れるんかなって思ったんですけど、まあとりあえず美味しいですよ。そう、チーズにヨーグルトチーズにヨーグルトなんかな、チーズに無糖のやつですね、無糖のヨーグルト。なんか酸味、酸っぱみ、酸っぱい感じ、ちょっと酸っぱい感じがある感じですねそう、ちょっと酸っぱさがプラスされた感じです、ヨーグルトを入れることで酸味を、そう、酸味がちょっと出ますね、ヨーグルトだったら。わー、わお、やっほー、ホームメイド、ホームメイド、あ、ホームで家で作ったってこと。確かに渡すとき熱々は確かにちょうどいいよな。ほい、サメサメチーズケーキでーす。イエーイ。うん。うんふん。ふん。ぶっちゃぶぶっちゃぶぶっちゃぶ。無糖、無糖です。無糖ヨーグルト。にとろけるチーズだって。なんでとろけるチーズ、そんな大さじ2でちょっとしか使わんのにチーズケーキが作れるって不思議ですなあ、そう、あっさりをしてます。それ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 、あっさり系ですね。そう、あっさり系のやつです。ほんまにそらはちゃんと、それだよ、そうだよ、イエイイエイ。バレンタインは持つ、わからん。今日11でしょ、3日か。まあ明日渡してもいいけどね。誰に渡すんだ誰に渡そう、誰か欲しい人いませんかチーズにヨーグルト足したら美味しいってテレビで見たことあります。あ、そうなんだ。今日のヘアバンドはそらはちゃんとお揃いでゲットしたやつだよー。
頑張ってください頑張ってください、あそこでファイトですびっくりした、そうびっくりしました今日バレンタインチョコは作ってますよ。ちょなんかね、ホットケーキミックスにチョコをかけたりいろいろやってます、いろいろやってます。そう、あとはその固まったチーズの上になんかチョコペンとかでヒュ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 ンみたいな感じで、そうあのなんだデコレーション最後の飾りをチョコペンとか、あのチョコなクランチみたいなカラフルなやつとかをかけて完成です、完成です。チョコケーキも作ってもらーす、作ってます。フライングチョコ、レアチーズケーキ、あレアチーズ、レアチーズでやるやつかね、レアチーズケーキ。ブルカラ今日の動画からありがとう。そう今日は2人で撮ったからでかく表示されてる、よいよい。3人で撮ったらめちゃめちゃちっちゃくなるんですけど、2人だとこんな感じ、でかいでかいよイエーイ、フォンダーショコラってどうやってあるの、そんな女子力高くないねフォンダーショコラ、ガトーショコラとフォンダーショコラって何が違うんですか何が違うんですかな。粉砂糖も、あーそう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 、粉砂糖、粉雪かけるかける、ででででででで、炊飯器でそうできるんですよ、すごくない、炊飯器の釜の中に全部入れる、この材料、この材料を全部入れてスイッチを入れるだけで出来上がり、イエーイレミオロメンまたブリカラだったの、そうですよ、昨日より大きくなった、あれどこだっけ消えた、こんばんは。トリュフチョコいいよね、生チョコとかもいいんですけど作り方むずくない、生チョコ、生チョコなんか日持ちしにくそうだしね、なんか作ったその日に渡さんといけんって感じがある、うーん生チョコ、こんばんは、こんばんは。チーズケーキ、チーズケーキありますよチーズケーキ消えないよ、だん、この焦げ目が良くない焦げ目が良くないっすか、イエーイ。生チョコ簡単なの、あれ冷蔵庫で冷やしとってもいいんかな、生感なくならんのかね誰に渡そうかな、誰かいる方いませんかお菓子作るの上手、え嬉しいな嬉しいなバレンタインあんまり乗り気ないわろた、確かにもらう方が楽しいよね作るのは難しい、本当にチョコをとりあえず一回だって市販の売っとるやつあるじゃん、アリサが一回考えたことあるのは市販で売っとるやつあるじゃないですか、チョコ板チョコね、あれをもう とりあえず出してチョコペンとかでなんかハッピーバレンタインみたいな書いたらさ、よくないどう思います、だっていちいち溶かしてまたさ、まあ、チョコをさ溶かすんですよ、一回チョコを溶かしてでまた固めたらさ二度手間やない、なんか思わん板チョコを買ってなんかサインしたりとかするのどうですか、板チョコを買ってなんかピンクのチョコペンでサイン書いてお返しよろしくねみたいな一言を添えてで、あのなんだハートのなんか飾り付けとかをホイ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 って置いてあげたらよくない、美味しそう美味しそう本命今だ人生でもありゃ、まあ生チョコね、生チョコ好きよ、ありさも生チョコをもらってその板チョコを返すでどうお返し忘れちゃうやつはダメだなダメだな
お返しね、確かに。だって1ヶ月後だもんね。2月14日もらってホワイトデーは3月14日だもんね。1ヶ月も経ったら忘れますよね、誰からもらったっけみたいな。わかるで、ゴディバで買う、そっち系か、そうきたか。いいね、ゴディバいいね。ゴディバ今来た、ありがとう。神虫さんだ。力丸クマ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 、うわクマ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 、ほいクマありがとう。クマ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 ありがとう。コンビニのお菓子で買うやべえな。お返し何が嬉しい、お返しなんだろうね、気持ちがこもった気持ちの入ったやつやな。監禁されたクマです。クマでかくなった、怖い、それは怖い。閉じ込めとる間にパワーアップされたら怖いな。あ、チロールチョコ確かに美味しい、チロールチョコめっちゃ好き。こんばんは。マカロン、あ、マカロンね、見た目可愛いよね。でもあれさ、マカロン嫌い。マカロンが苦手なんですよね。なんかわかる、なんかなんかマカロンってさ、味が難しくない、なんかそう、売ってるやつをね食べたんですけど、あ、ピンクだからいちご味なんかなって思ったら、なんかラズベリー系の、なんかベリー系のおしゃれなやつだった、おしゃれなやつだったんですよ。だからベリーラズベリーみたいなやつで、そう、多分ベリーが嫌いだったな。そうなるとベリーが嫌いだったんだわ。そう、なんかそれで何だったっけな、チョコ、チョコかなと思ったんですよ。もう茶色いやつ、茶色いやつがチョコかなと思ったら、なんかビターのコーヒーに、なんかビターのコーヒーの粉になんかミルクを足したやつみたいな感じで、ちょっと苦かったんですよ。それもあって味が難しい。なんか普通に単純にチョコかイチゴかみたいなしてくれたらいいのにさ、なんかめっちゃおしゃれな味じゃないですか、大人な感じ。だからマカロンは嫌いだな、まだ。ガーナチョコ、ガーナチョコ美味しいよね。ガーナー、メルティーキッスも好きですよ。メルティーキッスだな。メルティーキッスをさ、袋から開けて袋から開けて可愛いラッピングに入れてキュッてやったらさ、生チョコ作ったよってならんね。なんかでへへ、ドフチョコ交換、チョコ交換、あ、確かに。なんか曲を流してホイ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 で止まった時に持っとるやつをが自分のみたいなやつ。いいで、それよくない？メルティーキッスめっちゃ美味しいじゃん。メルティーキッスを袋から1個ずつ開けて、かわいいかわいいラッピングに入れて作りましたよーみたいな感じで、って感じ。バレますか？そうか。メルティーキッスだな。アルコール入りなんですか？おっとなー、おっとなー。メルティーキッス遅れてきた、全然ありがとう。テニスプレイヤーなおみさん、はいはい。かわいいでしょ、このピンクのヘアバン、ヘアバン、ヘアバンドはこのこのミルキーさんのに続いて2個目だ、イエーイ。ヘアバンド、ヘアバンドめっちゃいい、めっちゃ良いです。お風呂上がりに髪を乾かす前にホイホイホイってつけとったらめっちゃいい、便利、便利くんです。おう、カーネーション、花か、そうきたか。そうきたか。はい、アリちゃんメールが俺のバレンタインだから嬉しいな、ありがとう。考え方似すぎて笑った、笑った。ナスカちゃんもそういう考えか。北海道にも美味しいスイーツば、ね、北海道美味しいスイーツばっかりだ感じのイメージですね。なんかミルク系じゃん、
ミルクが有名だから美味しそうだな。お返しカーネーション、お返しカーネーション、ぺい。なっちゃった。あかりさんか、あ、友永美和さん、あ、行くんだ、いいね。ポニってないよ、ポニってないよ。じゃじゃん、なんかもうくるくるくる巻きちゃんがどっか行ってる、寝癖みたいな。寝癖じゃないか。樹脂力高めだでしょでしょでしょ。これをこれをホッってやって出てきたらかわいい。モッピーでーす。もうモッピーでいいや。これ名前がわかんない、忘れちゃった忘れちゃった。力丸アイスありがとう。アイスースースーアイスースー、北海道キャラメル、北海キャラメル、へえ、キャラメルが美味しいんか。カーネーション色いっぱいある。あーそうか、花もあんまり詳しくない。詳しくない。カーネーションで母の日にあげるやつでしょ。母の日にあげる花。女子力あげる、確かに女子力、女子力動画スタートです。ダダ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 ダ。アピー、アピーっていうのこれ。まあ、モッピーはもうちょっとピンク、薄ピンクのやつ。モッピーにしては色が濃いんかな。難しい。おめの写メはバッチリでした。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。お会社はあれさん、握手券あ買うということで、やったー、それが一番。それが一番美味しいな。ありがとう。ペコちゃんと同じ表情。こうでしょ。このベルが難しい。みたいな感じ。この表情意外と難しいんですよ。そう、写真撮ってね、やってみたんですけど、意外と難しい。ニックネーム書いた。あ、ありがとう。あ、そうそうそう。そう、最近、最近ね、アットマークアリンコ族が少なくなってきたので、ね、消さないでくださいね。消さないでよ。よろしくちゃん。その、お名前、自分のニックネームの後のアットマークアリンコ族がね、なくなってきてるので、ちゃんと見てるぞ。ちゃんと見てるぞ。消さないでくださいね。よろしくお願いします。目線、そう、目線むずい。目線さ、なんか白目がこんだけしかないじゃん。むずくない。むずいむずい。サイモンさんかわいい、ありがとう。アイリンクとかつけたことないやちーちー、お揃いだよ。そう、そらちゃんとお揃いで買ってきました。1年以上ありがとう。さすが、さすが、ありがとう。えい、アットマークアリンコ族よろしくお願いします。他のお尻バレるんですけど。なるほど。ドドラッドダドラッドダドラッドダドラッド。服のサイズは M、 それとも A、 A なんかものによるんですけど。ものによるんですけど、 T シャツは L です。 T シャツは L で、ブカメです。ブカメちゃんが好きですな。でもこういう、こういうニットとかは一番ちっちゃいサイズじゃないとでかすぎ。でかすぎ。なんかここの毛が出ちゃってる。ここのへんてこな毛が。つけました、ありがとう。なつかちゃん、力丸かわいい、ありがとう。イエイ。ちりめん、ちりめんパーティーで、アットマークアリンコ族で書いてある。ちりめんパーティー、お便りとか。ああ、いいですね。いいですね。ああ、わかりやすい。でもちりめんパーティーってあれですよね、メンバーわからないですよね。
メンバーわからないけど、お便り募集してるからさそう、誰に読まれるかわからない、ね、今のところ8月はいけそうだ。あ、そうなんだ、懐かちゃう。はぁ、よっかん DD、 よっかん DD 許してください。あ、知ってますよ、しらつぐさ。しらつぐさが DD なのは知ってるよ、知ってるし知ってるし知ってるよーんっていうのがあるんですよそう、かほちゃんとファルトとあーちゃんと考えたやつ、知ってるやんみんながそう、3人が知ってるしーってやってたんですよ。なんかギャルギャルみたいなことやってたんですよ知ってるしーって。そう、それでアリサが開発したのが知ってるよーってちょっとアリサが考えたのはちょっとパリピ系で、そう、かほちゃんたちが考えたのはギャル系、知ってるしーってギャル系と知ってるよーっていうパリピ系どうでもいいわ知ってるよー、こんばんみー、こんばんみー。お、赤髪のなっちゃん、こんばんは。おやほ DD、 あ、キャロットさんも知ってるよー、知ってるよー。どういうの、知らないと思うの、オリジナルそうだよ、知ってるよーん。ドゥルドゥドゥルドゥルドゥ、あれ、髪欲しい、ありがとう横谷さん、嬉しいよ嬉しいよ。すべて幕張だけでのが少し、あー、8月ね、確かに8月。トゥルトゥルトゥル、あー、もうこれって変えたんですか、ゆりちゃん、さすがさすが、映えを狙っていきましょうハッシュタグ映えだよ、もうこれって。エチュードハウス、私買ったことある、買ったことあるっすか、エチュードハウスね、エチュードハウス、エチュードハウス、なんか名前がいいよ、名前が良い、よくて安くて、あと税込み価格が書いてあるんですよそう、税込み、なんかほとんど税抜きじゃん、税抜きが書いてあるのに、エチュードハウスは税込み価格が書いてあるからね、そう、計算しなくていいから分かりやすいっていうのがいいところだなと思ってますパリピとギャラ違う、知らん、パリピはなんかウェイウェイみたいな感じで、ギャルは何やろね、ギャルは、あ、パリピはなんかあのガキンチョって感じ、なんかなんかわかる、小中学生的な感じで、ギャルは大人って感じ、大人の人って感じじゃない、どう思う。なんだかんだアリちゃんから離れたことないな、自分で、確かに、さすが、若干怪しげなところもありましたが横山さんはさすがです。たった今アリコのこと制約しました、ありがとう、けーありがとうアリンコ族に認定です、パリピアウェイ税込みありがてね、税込み価格の表示はありがて、そうだってさ、あの若干重い、税抜き書いてあって、まあ税が込んだら大体これくらいかなと思ってレジに持ってったら、もうちょっといるんだったみたいなあるじゃないですか、あれが困るよな、あれがちょっと困りますな。10月になったら値札の貼り替えが大変そう、あー税込み、あ、え、10月になったら 10% になる、え、10月10月から 10% になるんだったっけ、え消費税 10% は無理やな、10月からでしたっけ 10%、知らんかったわいいマジ
ジか、10月から 10%? 高すぎる高すぎる、税が高い、税が高えな。誕生日付き、うわマジか。じゃあアリスの誕生日までは 8% の価格で買えるわ。ケーキも 8% で買えるわ10月からは 10% 拒否。 10% なら計算しやすい。そうか、そうかいね100円買ったら110円やね10% マジでやばいな。 5% の時代、いやいやな、消費税消費税 10% はちょっと高いな。握手券買っといてくださいね、今のうちですぞ今のうちですぞ皆さん。 10% はなけえな。 25% やばいな。買いだめしとかないと。そうだね、家買ったりする。家とかになってやばいね100円200円どころじゃないじゃないか。握手券の値上げ、値段も上がるので。そうなんですか。それはやばい、それはやばい、ピンチ。赤人ポーチも 10% なら2000円超えてる。確かに、よかったよかった。なんかもう税とか難しいな。税についてのポスターとか書いた気がする税についてのポスターで 8% 反対みたいな書いた気がするのに 10% になるんかーい、マジかー。もうこれやっとね、それな。マジかー、 CD に消費税かかる。そうかー、ぜいぜい面白い。頑張って働いて稼いできます。頑張ってください、アリサも頑張るぞ頑張るぞーい。景気が良くなって物の値段が上がったらいいあ、確かに社会的問題は難しいな、難しい。建設中の戦場劇場が載ってた。あ、そうなんですか、見てないわ。船どうなっとるんでしょうか。頑張るぞい、頑張るぞい。あ船公園も自分ほんまよ、船公園も税消費税 10% 上がる前に、あ、ね、握手券さんが、そうですね、そうですね、皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします。日本赤字赤字赤字、頑張って節税しないと会社枠が開かなくなってしまう。そうだよそうだよ、頑張らないと頑張らないと。船綺麗にペンキ塗れたら、あ、そうなんですか、嬉しい。で上がってもかんけど嬉しい、ありがとうゆりちゃん、待ってます、待ってます。鼻がかゆいかゆい、ふうふうふう。STU は地域活性化事業で非課税な。ああ、なるほど、税がない税がないってこと。なるほどね、それが一番だてる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 る、目指して頑張るね。ありがとうまなみちゃん、頑張ろう頑張ろう、誰で買いたい。握手券いっぱい買います、ありがとう。力丸、力丸待ってます、握手待ってます、イエイ、ありがとう。
ヤッホー、ナナパンダン、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。お、チャピチャピさん、雪だるま、ありがとうございます。ありがとう。兵庫県、朝雪降ってたよ。あ、そうなんですか。雪、雪。今日はご飯、食べましたよ。また昼と夜の中間に4時に食べました。昼と夜の中間の昼夜ご飯、一気に昼と夜を合体した感じのやつで、ハンバーグー、チーズハンバーグ食べましたぜ。未来コール届いたから今見てます。あ、ありがとう。ぜひぜひ峰吉アリサページじっくりと読んでください。これからずっとアリサの喧嘩だからね。ありがとう、待ってます、待ってます。水族館めっちゃ楽しかったよ。イエーイ。ま、若干ちっちゃかったけどね。そう、若干ちっちゃかったんですけど、そう、コスパはいい感じでした。そう、小中学生500円だった。500円、小中学生500円で入場できました。もうすぐ中2じゃなくなるから、中2ポーズ、中2病。中2病なさ。中二病でさ、もうどういう意味が正解なんかね。なんかいろいろ説ありすぎてもう分かんないわ。中二病ってどういう現象のことなんでしょうか。イエーイ。お腹よ、お腹すく、大丈夫、もう食べないよ。もうこのチーズケーキ試食したけどね。もう食べないよ。水族館でグッズ買ってないやん、買ってないやん。ギョギョギョ。イエーイ。ウィンク、ウィンク、うまいよ。ウィンク、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 下手アピでごめんね。なんとかなんなんたた。下手ピウィンクだな。12秒。はい、はい。佐藤さん、5番ありがとう。5番。中二病ってどういう現象なんかな、ほんまに分からん。分からん。留学にハマって重低音にハマる中二病。重低音、ググったら出てくるかな。中二病とは。池袋なくし会の会場のそばに水族館。そうなんだ、水族館。でも水族館より断然遊園地派だな。そう、断然ね、水族館が遊園地だったら断然遊園地の方がいいな。魚見るよりさ、乗った方が楽しくない。ごめんなさいね、水族館。池丸ハート、アネタさん、かわいい、ありがとう。断然遊園地やな。ユニバ行きたーい。春休み行きたいんですけど、絶対多いよね。そういう時多いですよね。絶叫マシーン平気だぞ。静かなというのある人は、確かに、わかる。わかる。何してるんでしょうね。寿司思い出してしまう。寿司、水族館で寿司があるんですか。知らんかった。遊園地ロケ行きたいんですよ。そう、まあユニバは大阪だからさ、そう、広島面だからさ、行けないかもしれないんですけど、広島はあれなんですよ、あの魅力の里。福山っていうとこ、広島の端っこにね、魅力の里があるんですよね。そこがめちゃめちゃ面白い。
構面白いですよ。結構行きたいな。モッピーゲットしたい。モッピーゲットしたいな。羽田さんかわいい、ありがとう。ヒートテックが見えてる。あー懐かしい。遊園地はお化け屋敷。あーお化け屋敷はいいです。お化け屋敷はいいです。バンジージャンプ飛んだよ。あの 30m なら30m だけどね、飛びましたよ。ユニバね、夢の国は遠いからな。夢の国は遠いからな。ユニバ、ユニバでいいや。ユニバ行きたーい。飛べたよ。30m だけどね。30m、それが 100m とかなったら無理だと思う。高っ。 100m は高いわ。無理ですわ、無理ですわ。あ、逆バンジーってやってみたい。逆バンジー、逆バンジーの方がでも良さそうじゃない？なんか自分じゃないやん。上から飛ぶ時は自分がひょーって上がっていけんけど、下から逆バンジーはもう乗っとけばいい。ドキョーンってもう機械がやってくれるけさ。絶対逆バンジーの方がいいよ。バンバンジーバンバンジー。 30m、 あ、 20m 飛んだんですか。チンパンジー。マカオタワーやばい。ほんまにほんまにあれはやばい。だってさ、なんだったっけ、和習山、和習山ハイランドはさ、あのトランポリンみたいな、なんか下がクッションみたいなあったんですよ。そのクッションだけを見てふーっと飛んだらそんなに高く感じないんですけど、横っちょにある海とかを見たらめっちゃ高く感じるんですよ。そこ横とかにある海とかを見たら170m だからさ、海まではそう、海まで入れたら 170m で、そこの下にあるマットまでは 30m なんですよ。だからマットだけを見たらいけるんですけど、海とか見たらアウト。だからさ、下がさ海のところとかもあるじゃないですか。わかる？なんか下がさ、なんか橋とかが、橋がここにあって、で海に向かって落ちるところあるじゃん。で最終的には海にはつかんけど、海までつかんところでは終わるけど、海に向かって落ちるバンジージャンプとかを無理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 だよあれ。あれはやばいよね。そう、ほい、バンジーバンニー定番やな。確かに定番だな。こっちゃー、マリナユニバ行きたいって言ってた。マジ行きたいな。シリコンのやつ、近所の、あ、近所まだありましたか。プーさん、プーさんなかった。広島にないんかな。そういうとこある。そういう感じなんかな。プーさん、違うダイソー行ったんですよ今日。プーさんなかったな。違うダイソーはね、もうディズニー系が全部なかった。マジか。でもね、チームメイト来た時行きました。え、行ったんですか。いいな。魅力の里は遊んだことはないな。行ったことはあるんですけど、行ったのに遊ばなかったっていう謎。謎やなそれは。指の国のそばで生まれたのですか。最高やないか。最高やないですか。マカオタワーはやばいわ。マカオタワーバンジーはもう絶対やらん。スカイダイビング無理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 。スカイダイビングか。スカイダイビング見たんですよ。誰だったっけな、あのジャルジャル、ジャルジャルでーす、ジャルジャルでーすのやつでスカイダイビングやってたんですけど、あれやばいね。あの飛行機でさ 4000m のとこまで飛んで、そっからダイバーの人とで飛ぶやつ、あれはほんまに無理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 。あれは無理だ。4000メートルってどんも想像もできんぐらい、家がもうこんな
家がこんぐらいにしか見えんぐらい高いところからホーホーホーって落ちるんですよ。もうやばいやんそれもう自殺未遂やないですか自殺しようとしとるわそれ。おお、4000m やばいよね意味すぎる、富士山よりも高い、それなやばいわ。想像したやろ想像したわ、想像するやろ鳥、そうそうそう、鳥よ、鳥の気分じゃわ鳥ってすごいなバニラモンスターズハートありがとう、ありがとう。富士急ハイランドのお化け屋敷やばい、無理無理、お化け屋敷は受け付けませんお化け屋敷系の怖いのは受け付けません。そう、絶叫系、高い系のさ、絶叫系ならいいけどさ、お化け屋敷系は受け付けんやん。霊が取り憑かれたらいけんしね霊に取り憑かれて一生取り憑かれたらもうダメだダメです。ムササビスーツ何それムササビ鳥かやべえ。取り付くよ取り付くよ。遊園地ロケにお化け屋敷くっついてきちゃうな。あー確かに確かに確かに、握手会で実物見て恥ずかしい恥ずかしいな待ってます。本物のお化けはいないんだよ。絶対お化けはおらんかもしれんけどさ、人間よね怖い怖い、やめとこうその話は。あでもね、知ってますか、あのアリスはね、あのテレビで見たんですよ。テレビで見て、あの将来の夢が決まったんですけどそう、将来の夢はね、あの座敷わらしちゃんになろうかなと思って。どうですかテレビで見たんですよ、あの座敷わらしってそう、座敷わらしになりたいんですね。座敷わらしって知ってますか、あの座敷わらしが住んでるこの屋敷とかにあの泊まったらあれなんですよ、いいことが起きるんですよ知ってる、座敷わらしがおるなんか旅館とか、旅館とかに泊まったら、そうなんか受験で合格したりなんかそう、自分にとってね、いいことがね立て続けに起こるらしいんですよね。そうだから座敷わらしちゃんになりたいなと思って良いよ、良いでしょ今からでもない座敷わらしってどんなのやろね、知ってる、宝くじが当たったりするかもしれん、ほんまにほんまにね。テレビで会ってたけどね、そう見たんですよ自分がお化けに会うのは嫌だけど、自分が座敷わらしになるのはいいよ別に別に。あ髪型おかっぱなんだやっぱり。東北にいるんですか。座敷わらし、座敷嵐やめてください、嵐は受け付けないよ。モデルさんがただまた、そうまさかのね、モデルさんとかになった後には座敷わらしになろうかなと。座敷わらし、独創的な発想の夢でしょ。だから将来の夢はって聞かれて困ったら座敷わらしにって答えとこう良い考えじゃないどこの旅館がいいかな高級旅館がいいな、綺麗なところ綺麗なとこだとさ、なんか薄暗い感じのところに出そうじゃん。なのに綺麗なところから座敷わらしが出たらハッピーじゃないハッピーじゃない、絶対そういうのおらんよなと思って綺麗なところに来たのに、アリサ座敷わらしがおったってなっていいことが起きたらすごいいいじゃないか
卒業アルバム、そこまらんこまらん、ぜひ皆さん卒業アルバムで将来の夢を書かんといけんくて困ってるそこのあなた、座敷わらしにしときなさい。いいじゃんいいじゃん。よう出る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 よう書いてるけん出られんけん、よう出るよう出るよう出るよう妖怪出るけん出られんけん、座敷わらしのありさと握手したい。いやいやいや、まだ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 人間の峰吉ありさと握手しに来てください。待ってます。心の綺麗な人しか見えない。あ、そうなんだ。大丈夫、見える。あ、見えんでいいわ。あ、見えんでいいわ。怖いから見えんでいいわ。ヘイシリー、座敷わらしになる方法やば。どんだけ。サイモンさん、ハートありがとう。 I am maiden とかに入ったことある？え、ない。何ですかそれ。 I am maiden。 I am maiden。 座敷わらしが見えるように、自分がなるのはいいよ、もちろん。良くない？よいよいよい。セーター、部下系です。ブカブカ。大人の、大人服屋さんだからね。大人の服屋で買ったよ。ほう、いてピンかかった。笑った。いいとこある、住み着くところに。なんでこんな話してるんや。座敷わらしで調べたら原田龍二、誰で、誰、どちら様ですか。うん、足元に少女のお化けみたい。怖い怖い怖い、やめよう。やめよう。アイアンメイデン、何、バイオ4。え、それアニメですか。アニメ、そう、ブカ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 。そんな知ってる？ニットってさ、なんかぴったり系のさ、めっちゃなんかユニクロとかでぴったりのニットあるじゃん。あれよりかはこういうブカブカ系の方があったかいらしいよ。プチ情報教えとくね。プチ情報。そう、今年はね、オーバー、そう、このブカ、ちょっとゆるっと系のニットが多いんですけど、流行りでね、流行ってるんですけど、ぴったり系のもうヒートテック的な、ヒートテック的なぴったり系のニットよりかはこういうなんかゆるっとした感じのニットの方が、そう、あったかいんだって。保温性があるらしい。なんかこの空間、このゆるっとしたこの空間全部があったかくなるから、あったかいらしい。らしいよ。プチミニ情報でした。静電気、あ、静電気ね、昨日やばかった。昨日さ、何着てたっけ、あ、苔の緑のニット着てたんですけど、そう、さっきに触られても、葵ちゃんに触られても静電気が来たんですよ。アリサが悪いんかな。絶対違うよね。絶対葵ちゃんとさっきが電気女なんよね。そう、なんかタピオカをみんな持っとったじゃん。それで交換しようと思って、葵ちゃんとタピオカ交換しようと思って、こうやってタピオカを渡したんですよ。そしたらプチーンみたいな、うわ。めっちゃ静電気来た昨日。そう、3人で映画見に行ってたんですけど、そう、触るたびに静電気来た。びっくりした。電気女なんよね。絶対アリサじゃないと思う。電波系、電気女でしたな。電気女でしたね。やっぱニットのせいなんかな。そういうこと？帯電してないと、あ、どっちも帯電？ん？してないと来ないんですか？
そう絶対に絶対にペダル BGM あもうさはあと30分じゃん早っ早っ あこれで やってみたんでしたっけカラオケちょ久しぶりだったおー純子ありがとう本番地映画は12人の死にたい子供たちっていう12人の死にたい子供たちっていうね映画見ましたこれでさやったっけカラオケカラオケこれでもあれだったっけ治らんかったっけあそうこれさ絶対さこのさこの付属でついてきついてとついとったこのイヤホンがさ多分なんか悪いんよねこの時に絶対めちゃくちゃ遅れるらしくてだからこれじゃなくてこっちを使ってみたいと思いますこのピンクの方は釣れたぜこっちの方だったらできるんかなあ前使ったっけこれタブレットは更新はねしたんですよ多分アップデートもしてまあとりあえずこれでやってみるか遅れてるかあいい感じだいい感じみたいな感じですぐ教えてくださいねすぐぜひちょっと教えてください実験開始おい実験開始何歌おう純正イヤホンじゃないとうまくいかないって言ったら純正これで純正ってどれですかこれこれのことダムって表示されると遅れるんだねあそういうことか何流そっかな何流してみる何流してみよっかなじゃあこれにしようっとレッツゴーアンビバレント歌えあっちもこっちもバカバカあ正常今んとこ正常をでも曲流したら遅れるよねこれってよーいスタートマジかダメ系でしたかストップ中断レベルマジか音切れとるってどういうことマジかなんで、ね、なんでできないんでしょうか私のやつはなんでなんでしょうか中断レベルだったありゃりゃありゃりゃ残念ですがえこっちの方がやばいと思う多分やってみるめっちゃ絡まってるどうしよう絡まりすぎてえ、かっこ最強でやばかったやつ さっきのがマジか音が途切れ途切れブチ切れマジかちょ一旦こっちでやってみようタブレットが悪いんよね多分
多分タブレットが悪いんですよね。そうなんですよ、悲しい。え、なんでタブレットが悪い、どうやってタブレットを直せばいいんでしょうかこれは事故なんだ。どっちもどっちよ、出会い頭、そんなことが起きるなんて注意してても避けられない。とりあえずこっちも使ってみます絶対こっちの方がやばいよ。いくでー、よいしょ、こっちでいこう絶対こっちの方がダメだと思う。行くで。やばいっすね。あ、マジか、ダメでしたか。あ、やっぱこっちの方がダメなんだ。どっちもダメなんだやっぱあれですね、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。カラオケ配信はできないです私。へへー、坂を駆け上がって。アップルです、タブレットは。